台ニュースランキングの中で、詳しくお伝えしてまいります。続いて沖縄県の翁長知事、今月27日からの訪米を前に日本記者クラブで会見を行いました。翁長知事はアメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設について、唯一の解決策だというのは日本国の政治の堕落だと政府を厳しく批判しました。とにかく沖縄は戦前戦中戦後と日本国にあるいは味噌を尽くしてまいりました。私は自国民の自由平等人権民主主義、そういったものを守れない国がですね、どうして世界の国々とその価値観を共有できるんだろうと大変疑問に思っております。ですから政府には、とにかく今の工事をですね中断をして、話し合いをしてもらいたい。翁長知事は今月27日から6月5日までの日程で訪米します。普天間飛行場の名護市辺野古への移設反対をアメリカ政府関係者に直接伝えることが狙いです。来週27日に沖縄を出発し、ハワイ州で州知事と会談、30日にワシントンに入る予定です。はい、今日のこの会見を取材したジャーナリストの神保哲夫さんと電話がつながっております。詳しく伝えていただきます。神保さん、お疲れ様でした。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。神保さん、日本記者クラブ、はい、それに続く外国人記者クラブ両方の取材されたわけですよね。はい、そうです。はい、どのような内容が目につきましたでしょうか。そうですね、非常に、なんていうんですかね、はっきりと、とにかく辺野古には、作らせないですし、できないだろうと、いうふうにはっきりと今日はもう翁長知事言ってましたね。はあ、はい。両方の記者クラブでも同じようなトーンで。そうですね、トーンとしては同じくらいだったんですけどもね、最初に日本記者クラブでやったんですが、外国の方はむしろ最初ちょっと若干緊張、外国の記者たくさんいて緊張してる感じだったんですけど、はい、途中からエンジンがかかってきて、むしろ外国の、特派員協会の会見の方が、かなり踏み込んだ発言があったんじゃないかなと思いました。その踏み込んだ発言の中で、はい、神保さんが特に印象に残ったそのやり取りというのはどんなもんでしょうか。そうですね、翁長さんが繰り返し強調したのがね、もともと沖縄の今ある基地っていうのは、沖縄の人たちの意思に全く関係なく、彼の言い方だと銃剣とブルトーザーを使って無理やりとにかくアメリカが取っていったものなんだと。銃剣とブルドーザー。はい、そうです。銃剣とブルドーザーで、要するに、場合によっては沖縄の人たちをどっかに連行して、空いてる土地を勝手に取ったとか、あるいはもう力ずくでブルドーザーで、基地を作ってしまったものなんだと。で、それが、なんかちょっと塩梅が悪くなったから、また別のとこに新しいのをよこせっていうこと自体が、おかしいじゃないかと。で、しかも今、辺野古で起きてることが、どうも、いろんな方が今反対運動をやられてますよね。で、それを強制的に排除しているっていうことが、沖縄から見ると、以前のその銃剣とブルトーザーがまた繰り返されてるではないかっていうことを、繰り返し言ってましたね、それは。はい。で、外国人記者の方々からはどういう質問が飛んでたんでしょう。日本記者クラブと非常に共通した質問として、とにかくじゃあこの後どうするのかっていう質問は両方とも出ました。それで、まずアメリカに、今回アメリカに6月に行くっていうことでね、それを前にした会見だったんだけども、翁長さんはどうも日本政府とやり取りしていても、日本政府にはこの問題について当事者能力がないんではないかっていうふうに言われるんですよね。はい、つまり日本政府が何か強い意思を持って絶対あそこに作りたいから作るんだじゃなくて、もう我々はもうアメリカと約束しちゃった以上もうどうしようもないんだと。だからあんたらの言ってることは分からないくはないけども、我々としてはもうどうしようもないって言ってるようにも長さんには聞こえると。だったらばアメリカと直接交渉するしかないだろうということでアメリカに行ってくるんだって言い方だったんですね。なので当事者能力がないっていうような、もう日本政府とやってても意味ない、無駄だっていうようなことは繰り返し言ってましたね。はい、そうすると訪米して、はい、誰に会うかなどというのは具体的な名前、相手というのは出てきたんでしょうか。今回ワシントンについてはまだはっきりとしたことはおっしゃらなかったです。ただワシントンに今沖縄は沖縄県が事務所を持っているし、それから沖縄の新聞社もワシントンに支局を持ったりするので、そういうところの人脈を使って、できるだけ多くの方に会いたいと。それから、
あのこれも同じ言葉を繰り返し使ったんですが、とにかくその今のこの状態というのはですね、民主主義の日本が民主主義の国として、あまりにも品格がないという、品格という言葉はすごい多用されました。今日はつまり沖縄の人がこれだけダメだって言ってるのに、その単に力ずくでやろうとしているのみならず、その自分たちはもう選択肢がないんだと、アメリカに約束した以上はですね、日本はもう我々はどうすることもできないんだっていうようなですね、どうも日本の独立は、ま、あの神話だったんではないか、幻だったんではないかっていうような言い方さえ今日はされてですね、どうも独立国として、独立国の政府としての発言とは思えないというようなことをあの言ってましたね。はあ、あの尾長知事の話に対して外国人記者たちの反応っていうのはどうでしたか？はい、外国人記者たちにとってはそんなに沖縄の問題にみんな詳しいわけじゃなかったのでね、結構基本的な質問も出たんだけども、初歩的なものとして、例えば外国の記者がその沖縄はやっぱ基地なしでは経済的にやっていけないんじゃないかなってことを、聞くわけですよね。で尾長さんが、いやいやもう実は今基地の効果っていうのは、経済効果っていうのは沖縄の GDP の 5% 以下 4.9% しかないんだと、でかつては 50% を超えてた時代もあったけど、今はもう基地は邪魔でしかないんだっていうようなことを言われたのを聞いてですね、結構みんなびっくりしてました。あ、もうそんなもんなのかと、てっきり沖縄は未だに基地に依存してる島なんじゃないかと外国の人たちは思ってたみたいで、むしろその基地がその帰ってきたところを開発した結果ですね、ずっと多くの雇用や多くの GDP を生み出してるっていうような事例も実際に出されてですね、あのかなり目から鱗だったようでしたね、それはね。その、外国人記者たちはその会見を受けて何かリアクションすると神保さんお考えですか？今日の会見自体はかなり尾長さんが踏み込んだ発言もしたし、それから外国の記者にとってもですね、新しい発見があったんじゃないかと思うんですね。つまりこれまで沖縄の方々がそういうことを思ってるということは知ってる人は知ってたんだけども、知事がですね、ああいう場ではっきりとですね、あそこまで、場合によっては独立もっていうようなことも実は言及があったんですけども、そういうところまで踏み込んだ発言を知事がしたということは、外国の記者にとってはかなり意外だった、これまでにないことだったと思いますので、おそらく多くの方がそれは記事にできるなと判断するんじゃないかなと僕は思いますね。そしてその強い思いでですね、知事は訪米するわけですが、そのアメリカに渡った先でその思いはしっかりと伝えられる、あるいは伝わるとお考えですか？アメリカがですね、必ずしもそのワシントンでこの沖縄の問題っていうのが多くの方に認識されているわけではないんですよね、現時点ではね。なのでそれで、日本政府とのやり取り、安倍さんがその言ったばっかだっていうこともありますけども、日本政府とのやり取りではもうこの問題が解決済みっていうふうに、結構多くのワシントンの人たちは聞いてるわけですよね。でも尾長さんがここで言って今沖縄でどういう状況になってるのかっていうことを、記者会見やそれあるいはその議員なんかとのやり取りで説明をするとですね、おそらく多くの方がびっくりするんじゃないかと思うんですね。そんなことになってるのかと、でこれは今回の報道がどれだけ出るかっていうことも結構大きなポイントになると思いますけども、もう一回はアメリカでもこれはちょっと考えなきゃいけないんじゃないかっていうような動きが出てくる可能性はあると思います。尾長さんがそれをそのでき、誰に会えるかっていうことも結構重要だと思いますけども、かなり今日も熱く語ってましたので、私の印象としてはもう完全に腹はくくられてるなと、もうこれは行くとこまで最後まで行くと簡単に決しても折れることはない、最後まで戦うという強い意志を今日は感じましたからね。神保さんどうもありがとうございます。ありがとうございました。ジャーナリスト神保哲夫さんに伝え、沖縄県の尾長知事訪米を来週に控え会見。63ポイント。沖縄県の尾長知事は今日、日本記者クラブと日本外国特派員協会で相次いで記者会見しました。日本記者クラブではアメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設に関し、辺野古沿岸部で進めている作業を中断するよう政府に求めました。尾長知事は今月27日から来月5日の日程でアメリカのハワイとワシントンを訪れ、辺野古への移設反対の立場をアメリカ政府に直接伝えたい考えです。尾長知事は会見で、政府が新しい基地建設に向けて海底ボーリング調査を強行していることについて、工事の現状は重建とブルドーザーによる基地建設の様相を呈してきたと、戦後に行われた
アメリカ軍による強制的な土地接収に例えて批判をいたしました。また政府が沖縄の負担軽減策を示して辺野古への基地建設に理解を求めていることについては、沖縄は今日まで自ら基地を提供したことは一度もない、土地を奪っておいて辺野古が唯一の解決策だという話をすること自体、日本の国の政治の堕落だと語りました。一方、今月27日からの訪米に関しては、日本政府を相手にしていたらどうにもならないのでアメリカに行くと説明しています。はい、尾長知事は今日は日本記者クラブに続いて、外国人記者クラブでもこのような話、続けていったわけですけれども、この尾長知事の一連のこの発言というのを下桐社長はどのように見ておいでです？まあ、新聞でもね、いろいろ喋ってらっしゃいますけども会見で、はい、本当に、1952年ですか、昭和27年のまで占領状態が続いてね、日本より7年日本じゃない本土より、はいはい、本土より7年、その後復帰までまたこれが1972年ですか、はい、復帰してその間米軍基地はそのまま、だからやっぱりこれは我々本土の人間はね、本当沖縄の人たちにその思いを新たじゃなくて、もっともっとね深く沖縄の現状っていうのを、それはやっぱりブルドーザーでとね銃で取られたというような実情ですから、ですから本当に真剣に考えなきゃいけないですね、沖縄をどうしていくのか、どうされていくのか、はい、3時半の冒頭でもジャーナリストの神保哲夫さんに、はい、両方の記者クラブの取材をしていただいて、その報告いただいたんですが、とりわけ外国人記者クラブでの反応ですけれども、沖縄はもうそういう状態になっているんだ、つまり外国人記者の方々はアメリカ軍に相当依存している県民性だと思っていたらしい、ところが尾長知事の今回のこの会見でその内容を聞いて驚いたっていう反応があったっていうんですね。そうですか、その内容は聞いてないんですけどね、私はやっぱり基地と経済っていうものを両方見ながら動いてた沖縄が、今は必ずしも経済を見ながら動かなくなったですね。基地はもういらないんだと、はい、で普天間の危険状況言ったって、要するに沖縄県内でたらい回しされて何が除去なんだというような考え方でしょ。でチラチラ出てきてる一方はその沖縄独立論ですよ、はい、で尾長さんの言葉のいろんな響きがね、やっぱりみんなの多くの心を捉え始めたですよね、でこれは僕は本土でのいろんな動きよりもいろいろな安倍法制のいろんな今回の問題でもですね、沖縄の動きっていうのはすごく意味があるんじゃないかなっていうか、沖縄要注意っていうね、そのくらいの関心を持って政治家の連中見てると思いますね今、なんか印象として、この沖縄の基地問題は、はい、もう日本の政府の判断ではどうしようもないんだという、そんな印象ですよね。堕落だって言ってる政治が、ねえ、本当に情けないことです、情けない政治がね、日本の政治、だからもう一自治体の首長、つまり沖縄県知事が直接アメリカにこの出向かなきゃなんない、これもとても特殊な状況ですよね、世界中であんまり聞いたことないですね、ないですよね、はい、27日、この27日から来月5日の日程で、アメリカ、ハワイ、ワシントンを訪れるという日程組まれております、はい。